アートポップは2013年11月6日世界に先駆け日本で初めにリリースされたアメリカ合衆国のミュージシャンレディー・ガガの3枚目のスタジオアルバムリードシングルアプローズがネットでのリークを受け当初の予定から1週間前倒して8月12日に発売されたそれに合わせ iTunes Store ではアートポップのアルバムとアプリケーション両方の予約が 開始された。本作では、成熟度と責任の欠如の実証をテーマに置き、前作、防音、ディスウェイと対比させる。楽曲、マナキュアでは、英国のロックバンドホワイトスネークのギタリスト、ダグアルドリッチの演奏を聴くことができる。本作の盤面、ディスクトレイには、立命館大学文学部人文学科の教授である、北岡明香の作詞を用いたデザインが採用された。 本作品は CD およびデジタルダウンロードの他に、スマートフォン用のアプリが無料で公開され、感動詞のコミュニケーション機能が搭載された。現在は取り下げられ、公式のアプリストアからはダウンロード負荷となっている。ガガはアルバムの第2章をリリースしようと計画していたが、実現しなかった。が、2021年そのアルバムのリリースを求める署名が、 約3万人も集まる事態となり、当時のプロデューサーがコメントを発表する騒ぎになった。本作はリリース前からリーク被害が相次ぎ、収録曲の4分の1が被害にあった。中には未収録になっているものもある。約12分の GUI のミュージックビデオは、なだらかな丘の中原でスーツ姿の男たちが殴り合いをする場面で始まる。 丘の上には大量のドル札が散らばり、茶色の翼を持つ打天使に噴したガガの体は矢で射抜かれている。バックではアートポップが流れている。金を取った男たちが去った後、一人になったガガは胸から矢を引き抜き、宮殿の前に来る。よろめくガガがドアへたどり着く前に倒れると、二人の門番がガガを抱え、中へと運び入れる。バックでビーナスが流れ始める。 プールに沈められ回復したガガは白い衣装を身につけている。同時にバックで GUI が流れ始める。マインクラフトを使い、マイケル・ジャクソン、ガンジー、キリストが復活する。復活した彼らの血液を使ってクローンたちが作られる。場面が変わり、黒い車から降りた黒の服をまとったガガたちがビルへと入り、ドル札の大砲を撃つ。社員が お金に群がる中彼らは進み、会社の重役たちの部屋の前に来る。彼らを殺し、GUI が代わりとなる。大勢のクローンたちが城から出てくるところを映した後、ビデオは終わり、マナキュアをバックに、クレジットが流れる。オーラビーナス GUI、チェックストリームスジュエルズ N、ドラッグスフィーチャリング TI、トゥードルホートトゥイスタマナキュアドゥフォワット、ユーオントフィーチャリング。 アールケリーアーポップスワインドナタラファッションメアリー・ジェーン・ホラントドープ・ジップシー・アプローズありがとうございます